オラー皆様こんにちは本日は宮古島一人旅車なしで行くヨーロピアンスタイルの旅でございますまあ別名ですねホテルから一歩も出ない籠城、えー、スタイルとなっておりますけれどもあのー、ご興味ある方よかったらご覧くださいこのようなですね素敵なあのビーチもご紹介いたしますではどうぞえっ、ー、とこちらはですね平良地区というの町の方からこのうな前浜の方に移動してきましただいたいに車で20分ぐらいだと思います であの今回はですねあの両方町とね海と両方を楽しむために3泊ずつあの自分が移動するっていうスタイルにしておりますはいそしてこちらがですね与な前浜にありますママリンロッチマレア宮古島さんでございますちょっとね外観にびっくりされる方いらっしゃるんですけどもあのすごいねいいホテルなんですよあの私はねすごい良かったんで是非ねご紹介したいと思います 中はですねこんな感じ、あのねすごくね綺麗なんですね、なんかちょっと足洗うところもありましたそ,そうそう、ここね、あのダイビングショップ併設なんですよ、なので、多分ライセンスとかも取れるのかな、でも、まあ、私はちょっとダイビングとかやらないので、まあ、ちょっと猫に小判的な感じなんですけれども、はいこちらのホテルの真ん前から、ですねこの森の道をね抜けていきますと、すぐビーチとなっております、徒歩1分かな、1分ぐらいだと思います。 でこのねなんかうっそうとしたあの森みたいなところを抜けていくんですけれども、えっと、こちら、ね、別にプライベートビーチじゃないんですよなので、まあ、このホテルの敷地内を通過しなくてもね別に多分道があるんですよね。なのであの地元の方あのちょっとだけ見かけました。 で、えー、とでえととすねちょっとここで話はビンと変わるんですけども、えー、ホテル選びの私の条件っていうのをちょっとだけ発表したいと思います、この森の歩いてる間ね。で、あの一応ですね、いつも考えてるのは、こちらの条件でございます。で、1個目、海が綺麗で波が穏やか。でもね、波が荒いとね、ちょっと修行感出ちゃうんでね、で,もでき,てきたらちょっと波が穏やかな方がいいです、希望、第一希望。で、その2、で海の前にホテルがある。 であのベッドがあるということですね、これは意外と重要です。で、えー、3番目にあの飲食店がある、そして4番目、ビーチパラスル、ベッドがまあレンタルできるということはまあまあ私の中では重要です、あの日陰にいなきゃいけない、一日中、海にいるものとしてはね、これは必須なんですね。 で,まあ、できたらあの、まあ、5番目はビーチエントリーでシュノーケルできたらいいなって感じなんですけどもすべ、まあて,ね、てを満たすのはやっぱり無理ですからこの中からも重要な、ね、あの海が綺麗海の前にホテルベッドということであとまあ飲食店も、ね、あのレストランもあるし ということでもこちらに決めましたでここには、ね、ちょっとビーチパラソルのレンタルないんだけど、夜名前浜の方には、ね、ビーチパラソルとベッドレンタルできますので、そちらに行きたいと思います。はい、見てください、はい、海と思ったらです、ね、なんと、ね、まあまあコンクリートがあるじゃないですかってことで、相当に私は今、びっくりしております。あらー岩壁みたいな はい、なんとね、遊歩道みたいなものがあったんですよ、ちょっとね、私が考えてるのと全然違かったの、見て、見て、ほら。 ねあっちもずっと海なんですよ、でねごめんなさい、これこ,こが夜な前浜って呼んでいいのか、ちょっと私はよくわかんないんだけど、で見てと、とりあえずすごい素敵ってことはわかる、ただね、この岸壁があったのが私は相当にびっくりしました、そしてえあちらの奥ですね、あちらの奥が夜な前浜ビーチなんですよ、かの有名なあの東洋一美しいと言われております。 どうしてもお伝えしたことがあるんだけど、これね、まっすぐね、歩いていくと、実はこれ左側、このこの先ですね、えっ、ー、と東急リゾートなんですよ。かの有名な。で、あのー、あ、そうそう、こんなね、ここから来たよって、ちょっとね、ちょっとね、こう入り口がね、あの、そうそう、帰り道が分かんなくなっちゃうから、自分ね、どこから出てきたか、ちゃんとよく見てみてくださいね。はい、そうしてほら、見てみて、わー、ジェットスキーなんかもいるんだけども、あの、さっき見えてた奥が、あのー マイハンビーチねこっちの方ねでこれね行けると思うじゃないですかこの奥行けないんですよ当たり前だけどあの敷地内になっちゃってたの東急のだから行けないっていうことではいここで私は一人で、えー、エンジョイしてこのビーチを楽しみたいと思いますねであのー、誰もいないのよなんだか知んないけどであのホテルのお客さんとかたまにねちらほらはいるんですけれども 本当に誰もいなくてねもう最高の時間ですね、あの本当におすすめしたいと思います、で見てください、これなんか一瞬ね、ね宮古島を忘れるごめん宮古島を忘れちゃいけないんだけどタシチとかねギリシャにいるような気がしちゃう、まあ、スペインでもいいかな、なんかね私は今どこにいるんでしょうかって感じする、もうなんかねそんな遠いところまで行かなくてもあのね天国はここにあったねイタリアのねあの浮いてる船とかもねあ,のあるけどこ,ここでもう十分です、もう十分。 見てください水もね、見て綺麗だよ。砂もね、すごく美しいの。<laughs> これね、本当にお勧めしたいですね。あとでねな、何がちょっと注意点はちょっとだけあるんで、あのそこはね、ちょっと後ほどお伝えしたいと思うんでよかったら、ね、これも見てくださいね。 でここはですねダイビングショップ併設なんでこうプールもあるんですよちゃんとでまあね猫に小判的な感じでも、まあ、私は毎日これを見ながらお部屋に入っておりましたはいこの素敵な素敵なねドアをくぐりますとお部屋ですねでまぁ、あ、ちょっとね確かにちょっと古い感じはするかもしれないんだけど私はね寝れればいいんですよ <laughs> 寝れれば言ってたら悪いかなあの十分な私にはもう十分見てくださいほら湯沸かしポットもねお茶もあってテレビもあってもう最高 ですねでほらお鏡もあって座るとこもあってもうご飯もここで食べられるしね最高で一応まあホテルねあのち,ょちょっとだけ今ルームツアーさせていただきますねはいでこれ景色はこんな感じあのさっき見ましたあの中の 施設側に向いてあのありますね。でお,お風呂もまあユニットバスですけどもタオルとかもちゃんとありまして、もうほらアメニティもちゃんとありまして、もうなんもほら収納ね収納もあるしさスリッパもあるしさもうなんでもあるわけ。そしてほら見てみてちゃんと横に収納もあっても暮らせますね。暮らせちゃうレベルですねここは。そしてはい金庫も一応ありまして。 あそうそう、なんとねあそう、冷蔵庫もちゃんとあるんだけどさ、電子レンジね、1階にあります、そして売店もあって、ここがね、お食事する場所になっています。で、6時から8時、夕食のみかな、昼はないんですよ。で、あのー、そう、ちょっと短いからねその、そこだけがね、ちょっとね、ちょっと大変なんだけど、はい、あこちらね、メニューね、結構いろいろあるんですよ。で、なんかちょっと合宿所みたいな感じなんだけど、そうそう、あのこちらでね、あの、都牛の。 えー、ハンバーグステーキをいただきました、美味しかったです。はい、私はね、老城スタイルなんでね、あの3 A でねスーパー 3A で買いました、もずく、湯糸どうし、ビジーマミ豆腐なんか買いまして、はいパンもね老城に必要なんで買っておりますけれども、はいこのクチークアサーポーポー、なんかすごい気になった、これもおきこパンね、気になりました、食べました。 そしてこの籠城スタイルにはこの保冷バッグとね、まあ、一応ねご飯とかねお味,お味噌汁とか缶詰もね一応ね持ってきております。であのもちろん大事ねあの酒類ね、ねこちらはね必要です。もう大量大量購入。はいそして先ほどのビーチでねモヒートなんか飲むとも最高にチルです。はいそしてこちら、ちゃんとね毎日ねあの日の入りとかね満潮、干潮が書いてありますけど、これすごい重要なんですよ。なんでかというと、ここのビーチね。 満潮の時、さっきの砂浜なくなるんですよ。すごい。これ重要情報ね。だからあの干潮時はいいと思う。そしてえっ、ー、とこのビーチあの一応ね。あのお伝えしたいことがあるんですけども。 あの監視員の方とかがいらっしゃらないんですね、別に。なので、えー、と本当は2人以上ぐらいで行った方がいいと思うんだけど、一1人の方、あの十分注意してあのバチャバチャを泳ぎまくらないようにしてください。一応、私はですねライフジャケットを着て、もう波打ち際にしかいないようにしています。で、あのジェットスキーとかね、船とか通った際に、すごい波がね、バーっと、ばちーンって来るときは、やっぱりその、危ないので、そこもやっぱり気をつけて、あのなんか通ったら、あのちょっと、 気をつけて自分はねあの身の安全を確保するとかそういうことはねすごく注意した方がよろしいと思います。やっぱりね海の事故は多いのであの最大限自分で注意するようにしてくださいここの海なんですけど本当に人がいないんです何でかわからないけど人がいないだから非常に静かに過ごしたい方のためには本当におすすめです。 そしてあの今、見ていただいてますけども、あの夕日がすごく綺麗に見えるスポットなので、多分なんですけど、地元の方もちょっと見に来ていらっしゃいますね。で、一、まあ、人ずつか二人ずつぐらいでね、ポツポツと、ね、見ながら、夕日が、ね、沈んでいくのを、ね、こう見守るっていう、静かな素敵な時間を過ごすことができます。で、ここでね、あのビールなんか飲みながら、日の入りをね、見てますと、最高にもうこれは幸せな気持ちです。 そしてこの日の入りのショーなんですけれども、あの大体、これはね夏だったので7時,7時から7時半ぐらいになったんですけども、もあ、そうそううついでにねこれ飛行機も見えない、ち,ょっとちっちゃいから見えるかな、これ飛行機なんですけどね、ここ通過していきますので、飛行機好きの方にもおすすめです。そして、この日の入りなんですけれども、毎日違うんですね、やっぱり。毎日違う姿を見せてくれますので。 あの毎日ねここでね散る散るっていうかね散るって言いたいだけなんだけどベンチっぽいのもありますのであのここでね見てみたらいいと思いますはい今すごい満潮なんでもうね砂浜はございませんであのやっぱ都会生活だとねあのなかなかこの夕日を沈むところってちょっと見,見られないんですよ見られないのなんだけど同じ太陽かなって思うぐらいなんかだから ね都会で見てる、我々の近所で見ているあの太陽がこの太陽かと思うとね、まあちょっと信じられない思いですよね、そしてあの私たちが見て沈んでた太陽がね今、この宮古島にも沈んでるのかと思うと、まあ、それだけでね、なんかすごいね、ハッピーな気持ちになりますもうね、これを見ているとね、本当ね、嫌なこと全部忘れますよ、本当最高です、最高に幸せです。 であのせっかくなので同じ場所なんですけれども違う日のあの日の入りですね夕日の様子をちょっと見てくださいねはいそして太陽が沈み切った後もですねこんな風にすごい美しい空がね見られますねまあこれ日によってこの形違うんですよここの日はこういった あの光線の具合ね、ねなんか雲と雲の隙間から出る光の具合とかまあ、青空の具合でこんな感じになってるんですけどもこういうねスペクタクルもね見ることができます、最高ですね、こちら。であの別の日はですねまた違う雲が出ております。 お魚型の雲がちょっと見えるのがかかりますか、まあ、お魚ってまあ私が勝手に思ってるだけなんだけどあのこういう雲、ね、の形をね見ているのもね最高に楽しいですね、もうあっという間に時間が経ちます。で、この奥の方にですねみんな、ね、おのおの腰掛けてね夕日を見守っております。で、この日はですねなんかものすごい幸運が見られましたのでそちらもちょっと合わせてご覧ください。 こんな風な赤い彩雲ねなかなか見られないと思うんですけどなんかとにかくとってもいいことがありそうですね最高ですありがとうございます宮古島そしてこちらのホテル本当におすすめですあ,、ね、あそこにねい,いらっしゃいますよね人が皆様もこちらでねゆっくりした時間をお過ごしになってはいかがでしょうかでねこの日はねすごいね雨だったんですよだけども あの最終的にこうやって晴れましたのでたとえ天気が悪くてもね結構天,天候が変わりやすいので諦めないでねあの夕日はね見に行った方がいいんじゃないかなって思ってますはいそしたらもうホテルの方に帰ってきましたけどもねすぐ帰れるから安全ですね徒歩で帰れますそしてな,なんかねインドネシアのホテルみたいな感じですけどもすごい素敵ですよはいというわけで本日は宮古島のおすすめのホテル ご紹介いたたししました次回はですね、あの夜名前浜ビーチの方に行きまして、あのパラソル借りまして、あの <laughs> ゆっくりしたいと思うんですけれども、まさかまさかのですねビーチパーティーが始まっちゃうというねあのことに遭遇いたしましたので、よかったらそちらご覧ください。いつもいいね、チャンネル登録、ありがとうございます、えー。とっても励みになっておりまますああありりががととううででここまで見てくださったあなたなございます。 であのベルマークのとこねピョンと押しといていただきますとあの通知がね行きますのでよかったら押してくださいよろしくお願いしますではまた続きご覧くださいありがとうございました明日トレイゴー